こんにちは。大阪教育大学の八田と申します。国語の e フォーラムスタンダードの改定に向けて少しお話をさせていただきたいなと思います。前に、パワーポイントのスライドを映していますが、それ自体のハンドアウトはないんですけれども、文章化したものがお手元にあるかと思います。そちらをご覧いただきながら聞いていただければと思います。ですね、2013年度版に、e フォーラムスタンダードを作るときには、こういうビジョンを意識しました。熟考評価、ピザ食以降、国語の先生以外の先生にもよくよく知られていることだと思いますけど、熟考評価、批評、鑑賞する力を育てる、読んだことを自身の生活に生かすような力を育てるということを意識しました。読んで理解したことを生かすんであって、スキルを活用するのではないということはちょっと強調しておきたいなと思います。e フォーラムの開発でもスキル活用力っていう言葉を使うがためにスキルを活用するような実践がかなり多かったと思います。例えば対比を捉えるといったスキルを活用するとかですね。そうではなくって高いレベルの理解、読んで理解したことが自分の生活にまで生かされるような理解を育てるということをビジョンにいたしました。でそれはすなわち学習指導要領、2008年学習指導要領の改定と、機を一にすると思います。国語の場合学習指導要領読むことにずっと焦点化しますが、学習指導要領に読むことは作品を読むことと読書をすることっていう2つの目標がずっと分離して並んでるんですね。作品を正確に読解していくスキルを教えることと自分を高めるためにいろんな本を自由に読んで物の見方考え方を豊かにしていくっていう、上位的なニュアンスが強い目標が2つ並んでいて、長らくそれが統合されてなかったんですけれども、2008年改定で全学年に自分の考えの形成および交流という指導事項が入りました。これによって読んだことを自分の考えに生かして読書主体となっていくというふうに、作品を読むことと読書をすること、この長らく分離していた2つの目標の柱をつなげるということを意図されたように思います。この方向で間違いないだろうと思って、じゃあ具体的にどうしていったらいいかなというふうに考えました。第1次版の方をご覧ください。ただうまくいったかというとどうもそうではなく、統合しようとして本質的な理解を書くとはどういうことかとか読むとはどういうことかというふうにしたんですけれども、こうすることによって作品を読むことと読書をすることを統合しようとしました。第1次案は10ページからです。で課題に関してはスキルを活用するというのではなくて、読んだことを活用するとか書くことによって自分の考えを作っていくという、高いレベルの理解を目指しているものを選ぶように努めました。ただ見ていただいたら分かると思うんですけれども、まずですね、国語の場合理解や社会に匹敵する内容がないので、どうしても内容スタンダードではなくパフォーマンススタンダードに、プロセススタンダードになってしまいます。でそういう教科に関して本質的な問いと永続的な理解というフォーマットでやっていくのがかなり難しいなというふうに思いました。こんなふうに書いた方が不自然じゃないかなというふうに思ったので、今回ちょっと思い切って形式を変えてみようかなというふうに思って、一旦変えてみようかなというふうに思っています。でもう一つ見ていただくと課題がかなりバラバラなように見えるかと思います。どうしたらいいのかという問いを立てている先生もいらっしゃれば、教材にグッと入って、優しさとは何かといった問いを立てている先生もいて、一見すると内容なのか方法なのかって対立に見えるんですが、このバラバラ具合をどういうふうに整理していったらいいかなということを、2013年以降考えました。ということで、国語 の目標論の論点を今一度確認していきたいなというふうに思います。見てください。ごめん、これです。ごめんなさい、戻ってください。ちょっとずいぶん前に戻るんですけど、国語の場合ずっと価値目標と技能目標が二元的に並んでいました。戦前はまさに知徳を啓発する教科として国語は位置づけられていたので、作品による教科とか感化、作品が価値を持つというふうに価値目標が重視されていたんです。それが戦後になって
いや、社会的な通じ合い、コミュニケーションですね、に役立つ、言語能力をつけないといけないということで、手紙の書き方とか議論の仕方といった、まあ、社会生活で機能するような技能目標が重視されました。でしばらくこれでやってたんですけれども、戦後新教育批判が起こり、やっぱり特にローマ字も含んだ言語の改革、漢字をかなり制限してローマ字入れていくってことをしたので、それに対する批判意識も起こってきて、やっぱり民族の遺産に基づいた人格形成を行わないといけないんじゃないかっていう批判も出てきます。でそれの再批判なんですけれども、まあ、そういう内容によって感化するんではなくって、読むとか話すとか聞くとか書くといった行動そのものが、思考そのものであって人格形成の役割を果たすんじゃないかという反論も出てきます。で70年代になると、価値目標と技能目標という二元論を超えて、言語による思考とか認識能力を発達させて人格形成まで高めていくっていうような、まあ、論が中心となってきます。だから50年代の2つ目のポチですね、こっちの方向に行ったということです。行ってください。でその一つの、まあ、到達点で、今でもまあこれを、大きく超えるようなものはほとんど出てきてないというふうに言われますが、1984年田塚淳一が国語科の教育目標の構造化を行いました。ですね、国語は指導要録の観点も読む書く話す聞くなので、なかなか理解してもらえないんですが、読むとか書くといった行動形態の中に、生活言語であったり文学言語であったり論理言語っていう行動の領域があって、それに対してどんな行動に支えられた認知的能力を働かせるのか、上位的能力を働かせるのか、運動的能力を働かせるのかっていうことです。で認知的能力の中を見ていただくと、知覚、想像、思考、表現、鑑賞、評価というふうになっております。で これがまあ多教科でいう観点ですよね。国語は今のところこの観点が立ってないんですけれども、研究のレベルでは提案されていると。で、これがかなり受け入れられまして、同じようなものがいくつも提案されています。例えば井上将棋だと、この認知能力の中身がですね、暗記、再生、解釈、評価、鑑賞となっています。だからかなりのピザとほぼ一緒ですね。で、まあ、これ基本的にはこういうモデルで、高校科の目標を構造化したらいいんじゃないかというふうに今でも私も考えています。見てください。ただし、1980年代頃までは、国語科の認知的能力の中身ですね、それは作者が作品に埋め込んだ認識方法を取り出して系統化するということが行われていました。よく見るかと思います。対比、分析、総合、順序、理由、原因、根拠とか、こういうものを、作品に即してほらこうなってるよねと示すことで、その思考方法を子どもにも与えるということをしてきたかと思います。まさに比べてみようという説明文があったりするので、そこで比較とかやったりするかと思います。ただそういうのはもともと子どもたちが持っている主体的で自然的な読みを封じてしまうんだという批判がなされて、まあ、しかも読むっていうのいう時にはどうしたってこれちょっとおかしいんじゃないかとか、あ分かるわとかいう上位的な面が働きながら読むんですけれども、そういうのは一切封じたところで、作者が用いた認識方法を与えるってことをしているのはやっぱりまずい。読者が主体的に読むっていう、その読むことの包括的な行為こそを成立させなきゃいけないとなってくるのが80年代からです。で90年代に入ると明確に構成主義の読み感というものが確立していきます。でこの読み感に基づく理解攻略の指導というふうに研究は展開します。構成主義の読み感とは何かということですけれども、読み手がテクストとか状況と相互作用しながら自分の読んだ理解を洗練していく、改定していくような読み感です。例えば構成主義の読み感を確立し、しかも、理解攻略指導を確立した相互教授、アメリカで開発された指導法があるんですけれども、それは問明確化する、要約する、予想するというような理解攻略をパッケージ化しました。これどういうことかなって疑問に思って、こういうことが書いてあるんやなと明確化して、分からないところをなくして、
そこまで何が書いてあったか要約して、じゃあ次何が書いてあるんだろうという予想するという、まさにこう読み手が主体的に読んでこのプロセスを分析化したものが理解法力です。でこういうふうに考えることによって認知能力の中身が、作品に基礎を置くものから読者に基礎を置くものに、まあ、ガラッと改定することができるわけです。言ってください。でこれは日本の最も最近の成果かと思います。広島大学の、国語学力研究グループが作った、理解法略のパッケージなんですけれども、こんなふうにステップ的に進むわけじゃないですが、一応ステップで進むとすると、本文を読む前に読み手の記憶知識を用いて推論を行う、まあ、おそらくこんなことが書いてあるんじゃないかというふうに考えてみて、実際に読んで明示的な内容を理解して、さらにはちゃん明確には書いてないけれども推論できるようなことを理解して、さらにここからですね、ごめんなさい、ちょっと一つ前に戻ってください。これだと読んで解釈して次内容どうなんだろうと思うんですけど、読んで理解したことに対して、まあ、我々は必ず何らかの判断を行いますよね。価値判断、妥当だとか妥当ではないとか、これを受け入れられるとかいう判断しますけど、まあ、それが高次な認知機能ですけど、そこまでいってないので、まあ、定時にとどまるだろうというふうに言われます。はい、言ってください。というわけで、広島大学の方ではこの3ポイントも聞かないですね、3つ行った後にさらに2つテクストにおける表現方法、技法やレトリックの効果を分析し評価する、テキストを書いた筆者の趣旨に基づいて、テキストがどのぐらいうまく書けているかを評価することを行い、ありがとうございます。でさらにはこっちは読者が主体の評価ですね。そのテキストを読んだ経験を自分はどう評価するのかということまで行う。でこれが一連の読むという包括的な行為なんだということが提案されています。で戻ってください。はい、広島大学はかなりバランスよく、翻訳を選んだと思います。作品重視する立場は、まあ、大体ここで止まることが多いし、読者を重視する立場の人は、かなりこの共感するとか没頭するとか自分に引きつけて考えるということを強調するので、この辺が飛ぶことが多いんですけれども、どっちもバランスよく、選んだということかと思います。ただ、ですね、指導してると、読んで筆者が、言いたいことはこうなんだと、で筆者の書きぶりは、こんなふうに評価できるっていうふうなところまで行ったとして、じゃああなたどう考えますかって言われたときに、私も同じように考えますって言ってしまうか、あるいはなんかもう全然別の論理から始めて全然違うこと言ってしまうかっていうふうになっていることが多いかと思います。つまりここを指導するのはかなり難しい、これと、これをつなぐのがかなり難しいというふうに思います。そこで言ってください。ちょっと難しいんですけれども、私なんかは多様な資格を参照することによって自己を認識するという、多様な資格の参照という方略が間に必要なんじゃないかなというふうに思っています。文学の場合だと語り手は登場人物を評価するんですが、別の語り手はどう評価しているのかというのを読んでみたり、事例出してると時間がなくなりますね。でじゃあ自分は一体、この登場人物をどう評価するのかっていうふうに読んでみたりっていうように、いろんな資格を参照するっていうことを、法略として言える必要があるんじゃないかなと思ってます。評論文だと、同じテーマに対する複数の論者の論文を読むとか、そういうことがあり得るんじゃないかと思ってます。はい、というわけで、スタンダード改定の方針としては、本質的な問い、永続的な理解という、必ずしもそうではなくって、もうちょっと自然な形で、書いてみようかなというふうに思っています。で、課題に関しては、評価、批評、鑑賞といった、包括的な読みのパフォーマンスが成立しているかどうかという視点から選定しようというふうに思いました。で、2番目が、理解法略というのは、個々で発達していくわけじゃなくて全部組み合わされて発達していくっていうふうに言われますので、あんまりセルに分けてこう細かく発達を示すんじゃなくて、全体としてどんなふうに発達するのかを記述しようかなというふうに思いました。で第3に、
まあ、1番目と2番目を実行するとかなり学習指導要領に近くなってくるんですが、E フォーラムスタンダードの独自の点として多角的な思考というのはかなり重視 してみたらどうかなというふうに思いました。実際そういう単元がかなり開発されていて、でもこれは高校の先生が開発しているので今のスタンダードには反映されてないんですけれども、おそらく高校段階になると語り手が複数いる文学作品とか評論文をこう並べて読ませるということをするので、多角的な視覚思考っていうのが実現しやすいんだと思うんです。かなりこれを中学校段階から強調してもいいんじゃないかなというふうに思ってます。その自己を育てるということを究極の目標にしていくならというわけで、中学校段階からかなり多角的な思考が強調されたようなパフォーマンスの記述になっています。以上です。